少し休憩しよう。よし。どうぞ。役立てさせてもらうよ。そうね。様、どうされましたか？鍵だよ！鍵がないのだ！あ！貴様、この盗っ人め！さっきはわざとぶつかったのだな！え？盗っ人？うちが？盗んだ鍵を出したまえ！おじ、取ってへん！今すぐ返すなら、そやかる取ってへんって言うてるやん。信じられへんねやったら勝手に騒いどき。まずいな、厄介な相手に捕まってしまったようだ。あの人のことを知ってるの？水の都エリスタニアの大臣プサルだ。野心家で王の地位を狙っているという噂もある。その気になれば盗っ人の罪を着せることなど奴にはたやすいことだ。大事になる前に助けてあげないと。カリナは人のものを盗んだりしない。なんだお前は、この娘とグルか。もう一度言う、カリナは盗みなんかしない。ではお前がわしの鍵を見つけ出してみせろ。鍵がない限りこの娘が鍵を盗んだということだ。その時はお前もグルとしてグリム号から海に落っことしてやろう。鍵を盗んだ罰として魚に食われるがいい。心配しなくていいよ、僕が鍵を見つける。アホじゃ。
なんて心当たりすらないのに。見つからへんかったらパルまで海に落とされる。いや、そんなことになる前に逃げ出せばいいだけやんな。お前はこっちだ、手癖の悪い田舎者め。せやから、うちは取ってへん、信じてよ。誰がお前のことなど信じるものか。僕たちが信じてる。うむ。それじゃ探してくるよ。カリナは絶対に盗んだりしてない。町のどこかにきっと大臣の鍵があるはずだ。町の人たちにいろいろ尋ねてみよう。手がかり、どうぞ。どれどれ、役立てさせてもらうよ。よし、はっ。ほっ。サルって人の持ち物を探してます。鍵なんだけど、何か知りませんか？鍵は知らんが、大臣の荷物の箱が手違いでうちに届けられてな。ひょっとしたらお探しのものかもしれんぞ。開けてみてもいいです。
構わん構わん。あった、これだ。このままただ返すんじゃつまらないね。オーリン、久しぶりだね。いきさつは知ってる。鍵は俺が持ってくから、先に大臣のところへ行っててくれ。オーリン、元気そうでよかった。それにしても、まあ返していいのに。ひとまず大臣のところに戻ろう。はあ、鍵は見つかったのかね。なあ、あんた、ん、背中になんかついてるよ。うん、まあ鍵がついてたのか。探してた鍵ってこれじゃないの？なぜ？気づかなくてもしょうがないさ。いくら大臣様でも背中に目はないもんな。結局鍵はあのおっさんが持ったあったん？そいつは違うぜお嬢ちゃん。バルが見つけ出してくれたんだ。俺、よかったね、カリナ。これで気持ちよく出航できそうだ。船に乗るの楽しみにしていたもんね。プサルも同じ船というのは残念だな。みんな、鍵見つけてくれてありがとう。ん？ありがとうって言うてん。っていうか、お人よしもええとこや。あんな面倒なこと、やる気になったな。お人よしだからじゃないよ。大切な仲間を助けるのは当たり前のことさ。それに魂の守り人としてミコを守るのが僕の役目だ。カリナとみんなのことはこれからも僕が守ってみせる。うーん、なんなんよ。ちょっとは文句言ってもらった方が収まりいいわ。さて、そろそろ船が出る時間だ。お前たちも乗るんだろ。行こうぜ。オーリン、いつの間に大臣の背中に鍵を。でもカリナの疑いが晴れてよかった。これで安心して船に乗れそうだ。忘れ物がないか確認して船に乗ろう。この調子でどんどん人助けしていこう。まもなくプリム号の出港時刻になります。ご乗船なさいますか？船に乗ったら当分は戻れないな。やり残したことはないかな？うん。オーリン、さっきはびっくりしたよ。大臣相手に度胸があるな。面白かったろ。それにまた会えるなんて思っても見なかった。あの時は急にいなくなっちゃったからさ。悪い悪い、巫女の旅路を邪魔したくなくてな。
新しい仲間もやっぱり巫女なのか？うん、そうだよ。カリナは風の巫女で、モートレアはなんと月の巫女なんだ。月の巫女はエテラナが滅んだからもう選ばれないと思ったのに、そんなことはないんだな。巫女といえばさ、ずっと昔巫女が魂を捧げない時代があったらしいぜ。それ本当の話？私も初めて聞いた。結構本を読んできた方なんだけどな。ひなちゃんが読んだ本には書かれてないかもな。なんだってずっとずっと大昔、聖剣が英雄に託された時代の話らしいから。聖剣？あのおとぎ話に出てくる？ああ、女神から託された偉大な代物。そいつがおとぎ話になるくらい昔の話さ。そんな大昔では巫女との旅はなかったんだね。想像もつかないや。魂の守り人、巫女。今の世界では当たり前のように存在している役割だけど、どうしてこういうもんができたんだと思う？そんなこと考えたこともなかった。オーリン、どうして急にあんな話？森人と巫女ができた理由か、僕にはさっぱりだな。そうね。いらっしゃいませ。自慢の品揃えだよ。こちらでよろしいですか？ありがとうございます。こちらでよろしいですか？ありがとうございます。こちらでよろしいですか？ありがとうございます。またのお越しを。そうだな。がざわめいと。え？精霊の？やっぱりこの天気の荒れ具合絶対おかしいで。ヒナまだ。大丈夫か？揺れが怖いなら。ある、私見たの。海に何かいた。
ざわめき立ってきたぞ。
た心地がせんかった。みんな無事でよかったわ。お二人さ、さっきの戦いっぷりすごかったぜ。ああ、この目でしっかり確かめられた。しかもあいつを石ころに変えちまうなんてすげえな。生まれつきある力なんだ。でもいつも石になるわけじゃないよ。自分でも詳しくはわからなくて。私も本でいろいろ調べてみたりはしたんだけど。無理にわかろうとしなくてもいいんじゃねえの？不思議なことなんてこの世にはいくらでもあるさ。さあ、いよいよマーナドール大陸が見えてきたぞ。ヒナ、これからの旅でさっきみたいな化け物が出ても絶対に守ってみせるからね。わかってるよ。だってバルは魂の森人だもん。それだけじゃないんだけどさ、今までの巫女たちもマナの木へ向かい魂を捧げた。私たちも同じように未来へつないでいくの。うん、僕がしっかりとヒナをマナの木へ送り届けるよ。トリニア大陸で選ばれた火、風、月の巫女はタルオン海峡を渡り水の都、エリスタニアへ向かう。都でエリスタニアの王様から洗礼を受け、マナの木までの旅の安全を祈る。それが巫女の習わし。エリスタニアには私たち以外の巫女もやってくる。新しい出会いが素敵なものになりますように。ただ土の村はもうなくて、土の巫女には会うことができない。土の巫女なき世界はこの先どうなるんだろう。不安もあるけど、初めての景色や人との巡り合い、たくさんの期待が今胸の中に溢れている。